これはマ恋愛話じゃないですけど聖<何>子さんね、うん、あのー、多分女性像みたいなあるじゃないですかそのこう,こうしたらモテるみたいな女性像みたいな <laughs> い,い,女像いい女像みたいなあるんですけどこれなんかこんなこと言うのあれですけど喋りででった方がいいですよ <laughs> それ新しい意見よ <laughs> それはちょっと新しい意見なんですけどお姉ちん だってさ、喋りがおもろいわけやから <laughs> そこがもう圧倒的に他の女って,きて <laughs> <え>それは私で、ね、一番出したらあかんと思ってた男の人の前でなんでですかだから女芸人っていうところをいかに隠すかってやってたいやいや別に芸人というか別におたの一緒に喋ってておもろいやつでよくないですかあ,あそういうことうん衝撃やわもう結構時代変わってますよも抜かれた喋 <laughs> <laughs> りで行くの 恋愛 <laughs> 一回ちょっと待っていい <laughs> 考えていい <laughs> おもろいよなモテんのおもろいよな、好きなるのみんなおもろよ女の好きみんな <laughs> でもその種類によるかもしれないですけどねやっぱその飲み屋で二人きりの時に修行過去の物生まれされてもちょっときついけど <laughs> あかんの,ここの 感じよくないですかこの今ラジオで喋ってる感じの楽ういよう私はでしょそ魅力的やと思いますよ加納ちゃんはな、はい、お笑いが好きで私のことも好いてくれてるからやん、うん、私が好きじゃない伊勢やでこれ、うん、目の前におんの <laughs> まずご飯行ってる時点で行けてるから好きじゃない伊勢 <laughs> 第一段階はもうクリアの前提ですよそらご飯行ってくれたら好きな私のこと いや好きというかその興味はあるって早いなだから興味ある何パーのことそのゼロ何で100まで持っていくの今興味あるってことは異性として興味あるってことかいやいやだからどんな人かなって知りたいとこまでおるわけでしょああああ興味を持ってくれたってことねそうですそうですうではいほんでんでじゃないねほんでほんでほんでじゃないねほんで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 ほん <え>一緒にでて楽しい子は、自分の話によく笑ってくれる子やと思うねん、うん。ああ、なるほどね。でもそれはおしゃべりが。うん、<の>でも自分が笑かすとは違うねん。<laughs> 勘違いせんとこうと思って勉強した時あって。うんうんうん。違うねん。でも笑かしに行くってことでもないですからね。よく笑ってくれる子やね。よく笑かしてくれる子じゃないねん。 はあははあ、え、でも、その逆に言うとね、ねうん、そのおもろい子がいい。例えば、その相手がね、うん、いい感じで、ご飯行きますと、うんで。なんか面白い、楽しい子が好きらしいでって言った時に、うん、その芸風が変わるってことですか逆に言うと。変わるよ。<laughs> 私喋らないよ。あ、うん、芸人が言うおもろいこと、はい、一般の人が言うおもろい子は全然違うねん。ほう。一般の言うおもろい子は、 違うのよ。おもろい子っていうのはノリがいい子やねん。どれぐらいなの芸能界で言ったら誰ぐらいですかおもろい子っていうのは。ノリがいい子やねだから。鈴木奈々ちゃんはおもろすぎるな。ちょっとおもろすぎる。おもろすぎるな。もっとねね。もっとおもんなすぎ佐藤栞里ちゃんぐらいかな。え全然ボケないっすやん。そやででもおもろいってなってると思うで。よく笑うしノリいいや。ふられたらちゃんとわーってやるやん。うんうんうん。姉が可愛くておもろい子やねん。 私らのおもろいはもうおもろいじゃないね。言ってる意味分からへんと思うね私らのボケとか、言ってることとか、あんたらの突っ込ミとかな。おもろいとかに認識されてないで。あ、そうなんですかうん、分からへんと思うで。いや、でもね、これ、あの、ここラジオでも喋ったんですけど、いいですか。うちね、あの、後輩にね、渡辺のギャグで、ゴリラみたいなギャグはおるんですよ。女で。 女なマイアンツで。マイアンツっていう名前のね、もうもう真っ黒でソフトボールするいゴリラみたいなやつなんですけど、マッチングアプリで知り合った男の子をライブ読んでんすよ。わ、すごい。ライブ読んで、え3分間ギャグやって、ほんで、優勝したんですね。優勝して、舞台上から優勝したんでご飯行ってくださいって言って、そのマッチングアプリ読んだやつ言ってご飯行けてるんですよ。かっこいいそう。 でもいいんですって全然おもろい女でそういうことかーそうーなー、うん、めちゃくちゃすごいなって思いましたよでも確かにそれはかっこいいだから私はあのー、なんやったらもう単独とか呼んでほしいですよ逆に言うとほんまあはい、私一番一生それはないかなと思ってて結婚とか両、はい、もやって分かってても単独は呼ばへんかなと思ってて でも別にその変な話ですけど天空さんってなんか好きな人に見られたくない芸風じゃなくないですか見られたくない芸風やで <laughs> ええわそはええわなんかええやんそれおっぱい振り回してるんですか最近 <laughs> 私も乳首洗濯バさミとかしてるねんでんでいやそれは別にあれですよ振りがあってじゃないですか自らじゃないじゃないですかそれを <laughs> 見てる人からしゃない <laughs> ただの振りとか関係ないよじゃ違う乳首洗濯バさミやってくれるお笑い力の高い人ですよ だからそれはあんたがなで芸人やからそういう解釈してくれるけど、はい、世の一般男性から見たら乳首洗濯択さみしてる女やで <laughs> そんなん誰がな「いや勇気あるね」とか言ってくれるんよ粋 <laughs> だねって言ってくれるんよただのやばい女やで <laughs> そんなん